にちは、シバワン号のきなこです。今年フィールドアさんのカーサイドタープを買いました。価格も手頃で気に入っていました。アルファにはサイドオーニングが装備されていますが、サイドオーニングは冬キャンをするには向きません。2本の長いメインポールをクロスさせて組み立てます。2本のポールのうち1本が縦に裂けてしまっていたんです。購入してからまだ2回しか使ってません。すぐにメーカーのホームページで確認しました。そして1年間の保証があることを確認してサポートにメールを出しました。フィールドドアカーサイドタープカーサイドシェルタータープを Amazon で購入したものです。購入してから2回目の使用で付属品のポールが以下の写真のように破損しました。タープを片付けるときに気がつきました。1年以内の保証があるとのことですが、保証書などがあったのかなかったのか記憶にありません。 Amazon 発行の領収書のスクリーンショットはあります。保証で新しいポールをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。お世話になります。フィールドドアサポートのです。フィールドドア製品に問題が発生し大変申し訳ございませんでした。せっかくご連絡いただいたのですが、フィールドドアでは Amazon でご購入されたお客様情報の管理を行っていないため、交換や返品などの保証対応に関しては全て販売店に委託させていただいております。別会社での販売となります。二度手間になってしまい大変申し訳ございませんが、ご購入いただいた店舗へのご連絡をお願いいたします。メールアドレス、度重なるご迷惑大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。グッズアベニューです。ご連絡いただきましてありがとうございます。商品に問題があったとのことで大変ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。部品交換での対応といたしまして、ポールを発送手配させていただきます。お待たせいたしまして大変申し訳ございませんが、明日出荷予定となっております。お手元の不良部品につきましては大変申し訳ございませんが、交換商品到着後にお客様の方で廃棄処分をお願いいたします。重ね重ねご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。この度は大変ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございませんでした。今回のフィールドアさんの対応はありがたかったです。とても信頼のおけるメーカーです。こうした保証対応をしっかりしてくれると安心して買い物ができますね。北海道にもようやく春の訪れを感じる季節になってきました。春になったらまたいろいろなところに出かけようと思います。